ジャネットググレイバイニングはアメリカ合衆国の司書、作家。日本では、バイニング夫人の名で知られている。第二次世界大戦後しばらくの時期、少年時代の皇太子、秋人新郎の家庭教師を務めたことで広く知られる。米国ペンシルベニア州フィラデルフィアに生まれる。ジャーマンタウンフレンズ学校と後のブリンマーカレッジの卒業生となる。 1925年にドレクセル大学で図書館学の学位を取得し、1926年にはノースカロライナ大学チャペルヒル校で司書となった。1929年にモーガン・フィッシャー・バイニングと結婚するが、結婚前の名前で著作活動を続けた。1933年にニューヨークで自動車事故に巻き込まれ、夫は死亡し、自身も 重傷を負った。療養中の1934年、クエーカー教の正式会員となる。終戦後の1945年には著作活動を停止し、アメリカフレンズ法師団広報部に勤務、1946年に GHQ によって、皇太子、秋人新郎の家庭教師に選ばれ、来日、少年時代の皇太子と、吉野宮らに、 英語教育などを施すなどした。また、学習院大学や津田塾大学においても講義などを行った。秋人にアメリカ人の家庭教師をつけたいと望んだのは第124代天皇広人だった。広人は平和理念としてのキリスト教に関心を示し、1946年3月に日本を訪れたアメリカの教育施設団の団長。 ジョージ・ストッダート博士に会った際に、ヒロヒト自ら、秋人のための家庭教師を圧戦してくれるように依頼した。その条件は、教信的ではない女性のキリスト教徒であり、日本ズレしていない人というものだった。年俸は3000ドル、住宅と自動車と召使いが当てられる待遇で、契約期間は1年だった。以降、バイニングは学習院中等科で、 毎週3時間の英語の授業を、また、毎週1時間東宮仮御所で、秋人に、英語の個人教授を行うが、皇室や学習院で人望を集めたことから、任期が延長され、その期間は4年に及んだ。1950年に、君三等法勘賞を受賞。また、この年、翌1951年の歌会しに向け、えを、行った。 同年12月3日、姉と共に、デンマーク船に乗り横浜港から離日した。離日に先立ち12月1日には、船内に、交代しやき人新の公認の家庭教師、エスター・ビドル・ローズを招待しお別れパーティーを開催。多数の報道陣が詰めかけたため、30分程度の寒暖となった。帰国した後は、 皇室と自らの関わりを執筆した書籍を出版するなどした。児童文学の分野では、旅のコアダムで1943年度ニューベリー賞を受賞。1969年6月19日、クエーカー行動委員会のベトナム戦争反戦デモに参加し、ワシントンの米議会議事堂前で逮捕されている。 1999年11月27日死去97歳没。ありがとうございます。